空を押し上げて手を伸ばす君枯渇のこと、どうか来てほしい。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。どうもどうも。ドゥーミュージックのドゥーチューブです。ドゥーチューブ。お世話になっております。みんな覚えてくれたかな。もうだいぶやってるよね。60何回目？はい、結構やってるのにね。そう、うん、64回目ぐらいなの。おー、すごいね。うん、もうね。どうですかね、浸透してるんかな。先輩のおかげで浸透してるんじゃないですか。あ、そうですか、ありがたいです。細々とね、やっていきますんでね。よろしくお願いします。はい、先輩、今日は今日のギターは、うん、何でしょう、何でしょう、これテイラーですね。あ、テイラーですね。この間に引き続きちょっとね、販売強化週間に入ってますんでね。ドゥーミュージックもね。それテイラーの何だっけ、110CE-S おというモデルですね。店頭にね、ちょっとね、長めに置いてあったかな。これは売らなかこれ。でもむっちゃいい音だからねこれ、うん、僕大好きこの感じの柔らかい滑らかな音、うん、どう小瀬さん、いまいち。いやいやいや、威力がさっきちょっとないって言ったいや、そんなことない。大丈夫、僕好きだけどなこの曲。このいい音ですよ、うん、やっぱりテイラーの感じですよね。あのマーチみたいに、あの高音がガーンときて、低音がなんか芯が取るような音もなく、そのギブソンのような中域、うん、なんかがね、ドーンとした感じではない、ドーンとした感じでもない、うん、バランスがいい。そうそう、だから遠鳴りする感じのね、うん、そうなんですよね。何鳴り、遠鳴り、遠鳴りって何、うん、要するにあのなんちゅうの、あのギブソン系のやつはさ、うん、この辺りでボーンと鳴ってる感じするの。そう、うん、その通りおっしゃる。だからパーンとこういう中音が強いギターっていうのは、うん、パーンと弾いた時に遠くに音が聞こえる、うんうん、僕もそう思う。あのねもう受け入れみたいな感じだけど、指向性があるのよ。そう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 、だから要は効果の違いで、テイラーはねそれを目指してたみたい、うん、どうも。このねブレーシング、うん、まあ、はい、V なんとかブレーシングってやつ、それをね新たに返してこういくの、こう遠心性っていうの、うん、遠くに届かせるっていうね、そうそうそう、感じを目指してる、うん、まさにその通りですね。フォークギターでだいたいその二分されるんです。自分が弾いてて自分がすごく気持ちいい音のタイプと、なるほど、ここで聞いてるとどうかなと思うんだけど、前で聞くと結構いい音する。なるほど、そうそう、だからそういうちょっとね二分化されるんですね。なるほどね、うん、ここで聞いとって気持ちいい音がお客さん、そうそうそう、聞いてる方とイコールかって言ったらまた違うもんね。そうそうそう、違うんですよね、うん、ね、ギブソンでここに穴があったタイプで、ここからサウンドホール聞かすタイプもあったけど、うん、まあそれほど、うん、うん、印象っていうのは違ってくるもんね。で、あとはマイクでのその取り、録音するときに、うん、やっぱりマイクで取りやすい取りにくいのがまた出てくる、うんうんうん、やっぱりそれは指向性があった方が絶対有利だよね。こう広がるよりもこういった方が、そう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 、うん、指向性のあるマイクの方がきっちり取れるっていうのがあるもんで、結構、ね、その辺目指してるかもしれないね。そうそう、だからどこで取るかっていうのをすごく、うん、マイクをどこに置くかっていうのをすごくさ、みんな譜面しながら録音するの。なるほどね、さすが元楽器屋さんであって、音のプロだよね。テイラーはどっちかというと中音が強くて前にパーンと張り出す感じ、うんうんうん、クリア、そうそう、明確っていう感じがしますよね、うん、その雰囲気、アンビエンス感っていうよりもクリア、明瞭さ、ライトトーン、うん、明るい感じ、これがいいね。いいですね。で甘い感じがする、うん、ほんでもう語り出すと、まあちょっと長いけどね、長いよ。山野楽器さんが今までね、うん、もう店長さん鈴木さんからこの間話聞いて、山野楽器さんが今までそのディストリビューターで、うん、あのテイラーガンガン仕入れて日本にね、分配してたっていうことなんだけど、うん、ほんでなんでルミリさんが力入れてやるかっていうと、まあテイラーさんがあ
直で日本の流通も牛耳るよみたいなところなのはね。そこで、うん、力入れてくるっていう話なのね。なのでメンテナンスもまあ言ってみればどこでも何、うん、適当なことやってたわけですよ自分の。それをテイラー さん基準でね、うん、ちゃんと資格とかそういうところ任せてちゃんとしたメンテナンスをやれるっていう、うん、そういうなんちゅうの販売戦略、うん、ちょっとねこれから日本のフォークギターのね芯も変わってくるんじゃないかなっていう予想、うんうん、っていうのがありますよね、はい、うん。さあ先輩音の方、じゃあ音は、今日ね母の日なんですよねこの収録の日が。あ、はいはい、母の日にちなんだあれないかなと思ってね。お僕ねさだまさし好きだったんです昔。お無縁坂って知ってるかな。もうあ無縁坂ね知ってる、うん、いやあんまり知らない。あんまり知らない。なに、やっぱいきなりディープパープル行った人だからね、ホークから。ディープパープル。ディープパープルに行った人だからね。かぐや姫と何ディープパープル一緒にやったんだって昔。同じコース舞台でそんなディープパープルとかぐや姫やらまあいいや。中学生の話か。話っていうことでね。聞いたことあるでしょ。んなんとなく。この坂を登るたび、いつもため息をついた。あれ知らない？いやなんとなく聞いたことある。忍ぶ忍ばず無縁坂、噛みしめるような。あそこ聞いたことある。ささやかな僕。先輩の 歌を聞いてしまったね。いやあしまった。今日ちょっと歌っちゃったな。まあ、母の日っていうことでね、お母さんね。どうですか、ね、どうですかこのテーラーの。いやなかなかいいギター。どう？ちょっと一発ちょっとあの名手が隣におるもん、ね。いや名手はいいけど、先輩これさ名手いいピックアップ。先輩ピックアップ付きはねあんま。ピックアップがついてるんで、うん、これ。これついてます、ね、ES システムね。そうそうそう、あの いわゆるそのあの自制しないかも、ね、いつも自制するわ。うん、ギターはね弾き手によって音色が違いますから、ぜひともね。いやいいね、これアンプ通してこの音だったらなかなかやっぱり ね、ライブ向きだね。ライブですぐ使える、うん、使えるね。これはやっぱりあのガイタレ持ってるだけあるね。ライブやる人が持ってるだけある、うんうん、テイラーさすが。テイラーいいよね、うんうん、あの自然。たださテイラーって高いでしょ。高い高いけど、じゃあこのテイラーがいくらかっていうところですね。いくら？いくら？値段全然分かんない。じゃあ発表しましょう。まあテイラーですからね。よろしいですか？はい。やりいい？どうぞ。じゃあそれでは価格の方を発表します。こちらのテイラー 110CE ハイフォン S は、うん、124,900円で12万。4,900円。テイラー。あとねこれを買っていただいた方にはプレゼントとして。もれなくエリクサーの、弦がワンセット、うん、ついてきますので、うん、いいね、はい、これがバカにならねえ、お値段、うん、12万いくらやったっちゅう。12万4,900円、うん、からさらにこのドゥーチューブを見られたよっていう方はですね、おさらにそこから 10% オフというふうに鈴木店長から聞いておりますので、はい、素晴らしい、はい、頑張っとるね鈴木さん。もうテイラー売る気やな。
ね、ということで、はい、もうガンガンに知れるって感じやね、はい、あ、エリクサーのいい弦と、うん、さらに 10% という方になってますので、ね、ギター、ね、弦エリクサー買っときゃいいですよ、まあ、はい、もう僕これしか使ってないからね、これ1本あればいいもんで、うん、これがついてるっていうことはね、いいね、はい、やっぱりね、うん、YouTube を見たよということで、お越しにくだされば、はい、そういう形になります、うん、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあそれでは ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。終わりのないこんな世界で色とりどりに散りばめてた。ご視聴ありがとうございました。迷い込んでしまった僕は君さえいればよかった。歩き出せるよ光の先へ風と共に。